予伝龍二役の北田隆です。皆様ネットフリックス映画ランキング1位誠にありがとうございます。ありがとうございます。葛城誠役やらせていただきました渡辺翔です。ネットフリックスランキング1位、ありがとうございます。ご覧になってない方もご覧になった方も、本当にありがとうございます。ちょっとね、久々のカメラ前でちょっと緊張してる。緊張しますよ。ネットフリックスかむって思う。ね、さっきからいろいろ撮ってるんですけどね。自己紹介毎回噛んでる。最初噛んで、なんかやっぱ緊張したんですよね。こう最初はね。はい、じゃあここからどんどん緊張がほぐれていく。ほぐれていきます。なるほどですね。はい、ぜひ見てほしいシーン、ポイントということなんですけど、どうですか？そうですね。僕としては、やっぱ見てらっ僕に聞いてますからね。らっしゃらない方もいると思うんですけども、原作があって、映画があってっていうところで、まあ、ちょっとあの漫画原作の方と、映画の方で出てくるキャラと設定が違うところがあるんで、そこの違いっていうのを比べながら映画の方を見たり、その漫画の方にまた面白そうだなと思ったら行っていただいたりとかで、うん、その違いみたいなところを一番僕ポイントとして見ていただければなと思っております。どっちも楽しんでいただけたら。そうですね。2つの面で楽しんでいただければと思います。うん、はい。そうですね。まあどこどこのシーンのこのシーンを見てくださいとかっていうのの寄せ集めだったりするので、もう映画この流れとしてっていう感じだなって僕は思ってるんで、うん、こう。まあ、月並みですけども全部のシーンを大事にここだけに注目してみるというよりも全部のシーンがあった上でこのシーンも見てほしい、全部のシーンを流れで見ていただきたいなって僕は強く思っております。はい。で今ね、カンペに最後に一言って書いてあります。いやさっきね、あの打ち合わせで最後に一言っていうそのカンペを見て、渡辺君これは誰に向けて最後の一言言えばいいんですかって聞いてたんですけど、YouTube 見てくださってる皆様以外に誰に一言言うつもりがあったのか。いやーもうねえ、もう久々に会ったけど相変わらず天然でね。いやでも本当このタイミングでお父さんお母さんに一言言うのかって。それはもうちょっと帰ってからちょっと伝えようと思うので、はい、まあ、見てくださってる皆様に一言、ね、お願いします。はい、まあ、僕としてはですね。本当に、この映画は、僕ももちろんですけど、僕以外のスタッフの方もはじめ本当に全員で協力して熱量を持って、作り上げてきた作品なので、まあ、見てくださった方の感想が、どうなるっていうのは自由だと思うんですよ。ですけどやっぱりそこら辺も、できれば、見てあこういう背景があったんだなとか想像しながらちょっと見ていただければなと思います。この YouTube ご覧いただいてありがとうございます。いや閉められちゃったよ。じゃあいやあ振ろうかなと思ってて、ああ、まあ、北田さん、はい、あの先輩お願いします。いや今渡辺君も言ってましたけど、本当感想とかっていうのはこういろんなものがあると思ってて、それこそこの性の劇薬って映画自体劇薬みたいな映画だと思っていて、まあ刺さる人にはものすごく刺さるけど、こう刺さらない人にはこう刺さらない、逆に毒になるかもしれないみたいな部分とかもあるかなと思うんですけど、あのネットフリックス1位とか、劇場ロングランとかしていただけたっていうのは、刺さった皆様が強く応援してくださった、何回も見てくださったとか、劇薬が効いた方がいてくれたおかげだなと思ってます。で、多分 YouTube 今見てくださってる方も、そういう思いで応援してくださってる方が、いるなと思っていて、そういう皆様のおかげで、今ね、性の劇薬っていうのが、ランキング1位っていうことになれたと思ってるんで、応援してくださってる皆様に、本当感謝の気持ちで、本当にいっぱいです。今このコロナという状況の中、まあ、改めて皆様に支えられてるエンタメ業界っていう仕事をやってるんだなっていうのを日々、感じてます。
今ご自宅で見ることができるようにもなっているので、今後とも聖の劇薬の方を、応援していただければ嬉しく思います。聖の劇薬を愛してくださっている皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんか真面目に話しちゃったね。いや素敵な締めありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。みんな元気で元気で。